鬼衆が鍵の半島大学の水の勝つなりじゃ。徳川一門の権威を与えられ、弱き者のため使命を果たすべく全てを捨て幕府に立ち向かう、願うは天下太平四代目松平定政でございまする。我の名は刈谷藩八代目藩士阿部正治。はっ。道なきところに道をつける、それこそが我が信条。日照の地より刈谷へ移り、刈谷の地にて新たな道を切り開く、わしが十四代目ドワイト忍じゃ。はっ。清和源氏の流れよく水の気繁栄を願おうと、輝く刈谷の地にしようと、一心不乱に戦国乱世を生き抜いた我こそが徳川家康の祖父にして刈谷城築城す水野忠政。刈谷を愛する藩士たちが集いし、我ら刈谷城を乗り上げたい参上。